うっす。なんか新しいタイトルが追加されたらしいよ。シティコネクション。なんだそれ。聞いたことね。何も読めず、もう読めもしない。ダブルトラゴンこれ。あ そう書いてくれればわかるのに。なんだよ。イノセリュツインビ。これは期待できる。バレーボール。なんかタッチが昔のゲームっぽくないよな。なんか新聞の4コマみたいなタッチだけど。マイナー雑誌の真ん中ぐらい載ってる日常漫画みたいなタッチ。あれ、ツインビってなんでスペシャルバージョンだけなの？おかしくない？だってスペシャルバージョンってあれでしょ？途中から始まるやつでしょ？唐突に。ツインビなかったよね。あ、ツインビあったんだ。あまり興味がなかった、ツインビ。今日ゴルフやるよ、もう一回ゴルフやらせてくれ。今日はパンチアウトはお休みで、パンチアウト体力を使うから、まあこれも体力使うけど、精神を削られる。ミディアムの左下だったら、まあこんなところか。言うてそんな影響は受けないんだよな、風の影響は。言うてな。よし、いいショットだ。曲がらないかどうかは大事なんだよ。おい、行くな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 。よし、それでいい。258。238だったら260でしょ。まさに。まさしくこれで。よし、これいいんじゃない？これだろう。嫌な予感しかしない。危ねえ。210は160で打ったんだけど、なんで210したの？ 210 なんだ。おかしくねえ。不満が噴出してきたよ、俺は。ちょっと待って。これね。ん？何これ？プレイを中断しますか？いえ。なんかオープニングのピースとちょっと違うような気がする。こんなのあったっけ？あれは？これだ。グリーン。グリーンだよ。こうなってんのか。いやらしい形だな。D って何？ D？ あ、なるほど。ちっちゃいラフってことね。よしよしよし。ちっちゃいラフって8ってことは、結構強めに打ってもいいんじゃないか、多分。おそらく。こっち側にやろう。は？ 46？ いやいや。8メートルの風はどこに行ったんだよ。おい、風があるっちゅうから半分ぐらいの力であったのにな。不満が噴出してきた。いきなりのボギーかよ。シミュレーションしてるわ。こんなもんかな。ちょっと強いかな、こっちだな。プロか。わしはプロか、このゲームの。ミディアム。言うて風の影響で右に曲がることはそんなにないと思うよ、俺は。これやっぱまっすぐ飛ばすことは大事じゃない？もうプロじゃねえか、このゲームの。こら、深いラフ。深いラフときたか。とりあ
こっちに飛ばしとこうや。こっからまっすぐ狙うの無理だぞ。いいね。おい、よし、これで計算可能だよな。180だから、うん、こちら辺に飛ばして、これでそんなに数の影響って受けねえからな。いや、曲がるのが一番よくねえよ、本当に。この世で一番の大罪、それは。ショットを曲げること。よし。はい。入っちまえよ。おい、そっちに行くの話がややこしくなるだろう。ファイト。これ難しいな。まあ、そんな影響ないと思うけど。と強めに打たないといかん。力が足りないともうすぐ止まるから、まあよ、こくらいかプロかよ。したら何か、わしはプロか、このゲーム。これ怖いんだよな。俺ね、いや、これでいいと思うよ。あ、でも風が来てるか。風が来てるんだったら信じようか。トップスピンでもいいよ。よし。いいね。行き過ぎや。スーパーショットって意味ないよね、これ。ただ単に計算ずれるだけじゃん、これ。意味ないっすよね。頼むよ。まあパーならいいか。ピン。ドゥ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 。素晴らしい。さあ今日の錦織はいかがなものか。これでいける。今日の錦織。ただずれるなよ、絶対に。ずれたってレベルじゃねえな、これ。ずれたってレベルじゃねえ。これはやばい、やばすぎる。ゴルフとは自分との戦いだ。もっといけよ。浅いラフ、浅いラフだったらね、まあ140、150、160ぐらいあってもいいか。これね、実際はもっとってと思うんだよな。よし、あれ全然計算通りいかないよ、ほんと。ショット今のラフだっただろ、風に乗ったか。26ポンといけ。おおおおお、ダメか。これでなんだ、フォーパーパーじゃないか。もういけるだろ、これ。左下に行ってるからちょっと強めに。はいや、これで帰らされるの、バカじゃねえの、このゲーム作ったやつ。頭おかしいな。これはあと一体何ヶ月幽閉されるんだ、このコース。あと何ヶ月幽閉されりゃいいんだ、このコースに。ここは意外と風の影響はない、それは分かった。パターが目に見えて今笑った俺。パターが目に見えて、うめえ。234か。で、今のもこれでいいかな。飛ぶと思うんだよな。スピンでもかけるか、今日は。今日はちょっとスピンでもかけてみようか。
114。急に飛ばなくなったな。こんなもんか。ビシッ。こら。フォーパー。よし。まあいいでしょう。パーなら。要するに全部パーで回りゃいいんだな、これ。パーで回りゃ、プラスマイナス。プラスマイナス0だからさ。風結構横風だな。で、大きなミスがあることが一番よくないよね。OB とかさ。結構飛ぶな、これ。270ってなんだよ。ふざけやがって。ここね。これ見てから、これ木に当たるよね、これ。当たんないこれ金。それともさ、これ左下の方に最初打っといて、そっからスーパーショットに狙うっていう方がいいのかね。ちょっとこれ行ってみるか。ここで稼いでみる。で、数はいくつ。230だったら240で一緒。まあそんないけるとは思わねえけどな。あ、いけるいけるいけるじゃん。え、これパー4なの？嘘だろ。何を言うとるんじゃ、パー4って。あった。パー、いやいや、行き過ぎだろ。気が狂ってるな、ほんと。すぐいいんじゃん。問題はどのぐらい飛ばすかだよな。いいよこれ。まあボギーか。ボギーなら悪くはね。246。これでも結構ね、飛びすぎるから、まあ、スピンでいいと思うんだよね。俺はそう思うよ。よし。お、いいんじゃない。これ待って、人形。え、なんでそうです。え、ちょ待って、結構強くやったのに、なんでで、あの島のところか。いや絶対無理だろこれ。錦織がそう言ってる。ザックナイガーも。あそこで260ぐらいだから、じゃあ130ぐらいか。150でいっぱい打てばあそこに着く。そうだろ、錦織よ。いや、ちょ影響受けすぎ。せめて芝に飛べ。せめて芝に飛べ。220でいい。こんなに飛ばないなんてな、計算外だ。え、ちょっと待ってくれよ。142ってバカな。200とかでいいじゃん。いや飛ばねえか。これで3だ。94だったらこんなところか。120の。よし。いやいやいや、風。風どうなってんだよこれ。めっちゃ強く打ってしまった。まあいいよ、どうせ帰らされるだろこんなの。くそ。もうやばい。すかる。しゅ。大
解除。お。もう聞きたくもねえ、お前の話は。外人の話は。聞きたくもねえ。うるせえよ。何が4オーバーになるとね。4オーバーっていう設定が最悪だよね。別にそこからさ、ステージ自体はそんなに普通なのにさ、4オーバーっていうわけのわからない設定のせいで、こんなことになって。何回やるんだ、このステージ。240、250。242だったらまあ、230でいいんじゃない？これで。どうせ飛ばんでしょ、そんなに。どうせ飛ばんだろ。分かっとるよ、俺は。ほい、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 ほい。よし、入れちゃうぜ、これ。いや、そう、息巻いてはいるけどね、俺も。息巻いてはいるよ、俺も。こうだな、多分。こうか。これね、強くガッと打って、コロ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 っていうのを俺は想定してる。問題はどのぐらいのパンチですから。あそこに到達すればいいから。こうだ。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。もうちょい、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 もうちょい。いつもより余計に転がっとんな。でも狙いはもうドンピシャだったな。だんだん分かってきたぞ。狙いはドンピシャだった。そしてフォールに。これで、ね、これを18までやらないといけないっていうね。どこのバカだよ、これ作ったの。上か。どこの大バカ野郎が作ったんだ、このゲーム。これさ、ひょっとして、ここで行くよりもさ、ここでこう打っといて、あそこに。でもいっか、なんか。ここでいいか、ここでいいか。もうちょい右目にやってたらこれいいと思うんだよ、これ。とにかく、ファーストショットが重要。よし、いいぞ。いい感じ。すごくいい感じだ。最高。で、238は別に届くから、260でいいだろ。絶対曲げるなよ、自分の忍道を。忍道曲げちゃいかん。あぶれ、忍道が曲がってる。よし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 。お、これガーンといってみるか。これこう、これさ、これでも全然足りなかったな。足りないんかい、これで。まっすぐ行ったらどうなる？寄れる？くっマジでパターン上手くなった。パターンの見えるラインが。これやべえな、パターン。パターンの面白さだけはもう、これ。クソゲーだけど、パターの面白さはもう随一。よし、むずいんだよこれ。よーし、素晴らしい。30。しかもラフだから、ラフっていうことを考慮すると早いよ。飛びすぎでしょ。46って行け、そこはもう1枚よ。
ボギーか。滞在。ボギーという滞在を犯してしまった。もうボギーという滞在を犯してしまったものも、生きる資格はない。それがこのゲームだ。150。140かな。140どうよ。あ、そんなもん。あ、そんなもんなんだ。150でいいな、じゃあ。で、あ、これでいいじゃん、別に。これでいいじゃん。だって、こっから250あっちだったら別に。ねえ。これでいいじゃん。それでいいじゃない。おい。あ、これでいいんだ、ここ。そうなのか。そうなのか。チンチン、クソクソ曲がり野郎、ウィー、フォーパー、まっすぐ行くと左に行くから、まっすぐ行け。これね、ちょっとこうやって、よし、強く打った。ここは強く打たなきゃいかんと思ってる、俺は。強く振りました。自分のスイングができてよかったです。よし。こんなゲーム、こんなやってるの俺ぐらいだろ、この世の中で。この世の中のどこにいる、このゲームをここまでやるやつ。これ、どうしたの。何これ。画面焼け起こしてる。焼けすぎだろ、画面が。何があった、ここ。え ?773 やろって何。大バカ野郎かよ、これ。風に相当左右されるな、これ。風キューってバカだろ、本当に。クソバカ野郎でしょ、これ。よし、いいぞ、まっすぐ飛んだ。クソバカ野郎だ、風が。うわ、曲がりがすげえな、これ。相当曲がるな、これ。危ない、OB は曲がれた。じゃあちょっとあっち見に。まあ4打目であそこに乗せるって感じか。そしたらボギーになるよね、はい、3打目できれば。3打目でグリーン乗せるのがいいんだけどね。グリーン122、122だったら、まあ140、250、バックスピンで、どうでしょう、どうでしょうか。もういいんじゃない。おお、すげえバックスピンだな。は、切れそう。何も左でいけるかな。かなり強く打たんといかんと思う。5じゃ足りないと思うんだ。まあこんなもんか。よし、パターは気持ち強く打った方がいいな。そしてボギーという滞在を犯してしまった。ボギーという滞在を犯す。あ、ここサービスだな。なんだよ、そこ。何ヤードだ、あれ。100ヤード。60ヤードとか。あそこで止まってほしいんだよね。足りると思う、これ200で。怖え。風があるんだよな。これいいか、トップスで。めっちゃそれるじゃん。おし、いった、乗った乗った乗った。さあ、これならいける。これ210で左に若干ずれるから、これで
回転かけるか。うわ、曲がった。ボス2だ。サンドウェッジ26。どうかね、こんなもん。めっちゃ曲がるじゃん。あ、いいね。うわ、ムカつくこれ。まっすぐ打っていいと思うけど、若干左流れが強いから若干見えますか。力加減がさっぱりわからん。そんな曲がる？そんな曲がることある？ボギーいいよ。どうせボギーだよ俺は。7ホール目どうせ7ホール目でボギーだよ俺は。あ、これなんか優しくなったな。なんか顔つきが、なんか顔つきが優しくなったね。260のこれでいい。よし、おいおいおい、いいのかよ。パターは気持ち強めでと言っていたのに、言っていた俺がまだ弱いのか。あれでここまでいけるようになった。8までいけるようになったぞ。ハワイコースのハワイの8ってなんだこのステージ。となってんだ、すごすぎねえか。え、いやこれ絶対ここいかんといかんわ。もう甘えんな。ここで、あそこ何ヤードだよあれ。ちょっと待って、何ヤードあれ。518ヤードだよね。518ヤードってことは、あそこが。じゃあ大体こっから上まで、ここは画面の上から画面の端まで。あれってさ、260ヤードいっぱいで飛ばしてもさ、届かなくねえか、あそこ。俺そう思うんだけど。ただね、仮に、イケポチャしてもあそこから始まるんだよね。しかも右上にさ、避けたとてだよ。右見てみろよ、この右上のこのなんかよくわかんない、鬼の洗濯板みたいな感じのこの。ここだよ、仮にヨシンバ乗ったとしても。じゃあ上狙った方がよくねえか。これで右上が後傾だっていうのはともかくさ、260でいってみようか。よし、全然足りてないし。ぶったまげたわ今。全く足りてねえんだもん。帰る。こう乗った。ちょっと待って。完全に罠じゃん。260で足りないんだったらもう何なら取れる？何なら足りる？286。無理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 。絶対に無理だ。完全に罠じゃねえかよ。もう一回やらせてくれ。こんなゲームをこんなにやってんのマジで俺ぐらいだぞ、この世の中で。こんなゲームを世の中ヒロシといえど、世の中ヒロシといえどね、こんなゲームをここにやってるのは俺ぐらいなもんだよ。
まずイケポチョだな。もうさすがにやる気ねえわ、そんなの。さすがにパワーで上がれないと。やる気あるな。いいよ、やめろや。その世界潰したんだよ、俺は。パワーいいコース、やめろ。セーブデータもうやめてくれ、それも直さなくていい。この当たりがなかなかつかないんだよ。よし、いいね。266、いや、これそんなに飛ぶか。この風の具合が読めねえんだよな、本当に。いつまでたっても。そんなに吹くかね。そんなに吹く風。あ、やべ、これ。よれた。風に逆らうな。でも大してこれ逆吹かないと思うよ、俺。どうせ。大して吹かねえんだよな、なんか知んないけど。サンドウェッジの時は、サンドウェッジの時は大して風の影響を受けないんだよ、なんか。むずい、むずい。コンって言ってヨロヨロヨロなんだけど、そのコンのコンがね、どのぐらいのコンにするか結構詰めていい。やっべ、マジで全然足りねえじゃん。嘘だろ。力学がよくわからない、このゲーム。このゲームの力学はいまだに俺よく把握できてないんだよな。把握したくもねえ、そんなの。そんなこと把握したくもねえよ。でも把握しないと一生出れない。回転をかけたことが恨みになった。260届くと思う、これ。俺は届かないと思う。はっきり言って届くとは思えない。あ、じゃあな、じゃあな。一発即死、あれ当たったら一発即死だから。このゲーム調べたんだけどさ、あまりにも難易度が高すぎて売れなかったらしいよ。そりゃそうだ。こんなもの、こんなものをやろうとするの俺ぐらいなもんだよ、こんなゲーム。難易度が狂ってる。忍者龍剣伝と双璧をなすぐらいの難易度で。210、気持ちいい。スピンかけるか。いいね。は？もっと風吹けや、バカタレが。なんで今そんなに飛ばなかったの？全然飛ばなかったよな。お、いいね。いや、行き過ぎだろ、バカ者。まっすぐでいいでしょ、これ。これね、もう相当強くまっすぐ打つわ。これね、もうこんぐらい。は？このゲーム、このゲームやべえな。でもね、着々と面白くなってきてはいるんだよね。最初は単なるクソゲーだったけど、結構面白いクソゲーになってきてる、まあ、俺の評価も。クソゲーではねえか、別に。
そこ行くか。まあ別にいいですか。まあこうなったら、こうなったらこうしよう。144。こうなったらもう、アイナルートで。アンパイルートで行こう。は？140で売ったの俺も。ラフだったから。140が90になるって。これで売ってんの俺。140が90になったんだよ。計算式は全く分かんねえの俺。意味が分からん。なんでこれはそんな飛ぶの今。ほとんど力入れてないの。計算式意味わかんないんだけど、これ本当。でもまあまあ届いた。これで入れれば、これいくら？ボギー。まあいいや。練習だと思ってやる。このマップでね、風左下ってもうね、死ねと言ってるようなもんだ、お前は。スーパーショット。よし、これいけるかも。最高かもしれん、これ。これね、もう10割でいっていいと思う。10割でも足りなかったな。こんなことあるんだな。これも10割でいいと思うよ。全然ダメだったな。むずいなこのゲーム。マジで。まあでもなんか木さんはそうずれなくはなってきたな。これいくらだっけ ?150。150だっけ、確かに。これでいいと思う。よし。150で打てばいいな、これ。170がギリか。で、238だから240。でもいいか。風があるからな。おし。深いラフ。バックスピン。いいね。いいっすね。さあ、入れるぞ。これは入れなあかん。むずい。足音が。死神が近づいてきて。もう一回やるわ。このゲームは4オーバーになるとゲームオーバーになる。クリアするって一体どういうことなんだろう。どんな境地だよ、このゲームをクリアするって。もう 100% もう一体化しないといかん。マリオと、マリオと一体化するレベル、そのレベルだよ。130でいいよ。130でいいよ。私130でいいよ。あぶね。つうかさ、ギリギリでいっちゃダメだな。あと230ヤードだったらあと260ぐらいで打たんとダメだ。私はそう思った。お、いいね。いいね。
フォーパン。よし、さあ行きますか。牧場、これはもうほんとクソ、ギリクソレベル。スーパーショット、これいいんじゃない、これ OB にならねえだろうな。は、スーパーショットなんで、え、なん、俺は260で打ったぞ。なんでスピン、俺ひょっとしてスピンの性能間違えてる。スピンって何なの、ちょっと調べてこないといかんな、これ。スピンの性能何なの今。スーパーショットだよ、だって俺が打ったの。なんで260でスーパーショットで240なの。スピンが分かんのか。行き過ぎや。226。まあいけないことはねえ。もうマックスパワーバリバリで打てばいいでしょ、こんな。ダメでした。いや、これパワー足りなかったね、今。単に。で、ダブルボギー。じゃあ、今までパーだったのか。あ、そうか。日本のか。殺してくれ、俺は。ハワイに囚われている。手紙を書かねば。お元気ですか？私は今海外で楽しくやっています。たまには手紙をくださいね。手紙を出して、それに縦読みで助けてくれって書いて、そうしようかな。動画のタイトルに、動画のタイトルを縦書きで助けてくれって、動画のタイトルを合わせると助けてくれ、助けを呼ぼう、 SOS。 よし、これはパー。もうバーディーにしてくれよ、そこは。クソバカ野郎。まあ、ここは大体分かってきた、方程式が。150で、160でいいんじゃない、これ。方程式が分かってきたね。もうこれでギリギリまで。なんでこれ170も飛んだの今。おかしくね。なんかアイアンって暴れるよな、今。俺150で打ったよね、今。あ、170で打ったっけ。記憶がないもん。記憶にございません。バックスピン。スーパーショットギリギリだったな。いいよ、バックスピンしなくて。バックスピンしろとは言ってないだろ。バックスピンしろとは言ったけど、しろとは言ってないだろ。おほ、4か。ふむ、嫌だ。もうこんなん強くいけんねん。よし、だんだん上がってきた。かなり強くいったよ。おい、くたばれ。このゲーム作ったやつ、うわ、やっちまった。もうダメだ。終わり。ブショ、もう終わりでしょ、これ。もうこの時点でもうどうにもならない、もうこのゲームは。たったワンミスでもしたらもう。よし、とりあえず乗り出した。たったのワンミスも許されないから、マリオオープンゴルフで。ワンミスしたらもうその場で終わり。
あ、でも OB になってないだけマシか。まだ人権はあるの。いや、これ無理だ。はい、終わり。もう OB をした者に人権はない。このゲーム。人権を認めてないから。OB をするような人間は。OB をするような人間はこの世にいりません。人として扱われない。OB は。282、山田これで何というか。いや、このステージおかしくねえか、これ。なんでこれで5なの ?6 でしょ、これ。どう考えても。風が。人間としては認められない。もう帰るわ。こんなゲームをやる人間が俺以外にいるとは思えない。パターだけ、あの時のパターだけ。もうやりたくない、この。これはやりたくない。40でいいか。よし。飛びすぎやろ。230。これでいいか。風を信用しよう。いいっすね。いや、まあ、26。ほー、いけ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 。止まっただけか。いけよ、行っちまえよ。は、もうやる気ねえ俺は。もう全てのやる気が。お前らパーで回りゃいいんだろ。じゃそれで満足か。マリオオープンゴルフ制作者よ。スーパーショット、いいよ。 OB になるだろう。 OB になるだろう。もう大丈夫だった。お、いいね、最高の場所じゃん。行けるか。よし、ちょっともいい。ん？どっち飛んでんだよ。え、どっち飛んでんだよ。風か。風が読めねえ、マジで。そんなに風ある？あった。お、おお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 お、いけ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 。応援した。これは簡単そうで難しい。うわ、そっちが下りだったか。これね、これね、下りの時はね、もう 100% 下りなんだけど、上りの時は 100% 上りなんだよ。何言ってるか分かんないと思う。今のは下りだった。ほんの少しでも下りになればもう 100% 下りになるのよ。それをちょっと、その心得がなかったな。283ってもう終わりじゃねえか、これ。終わりだろ。253。いや、ちょっと待ってくれ。絶対いけないだろ、これ。もうやってみるか、じゃあ。よし。あ、いった。意外と。あ、いけんじゃん。あ、全然いけたわ。いけるんだな、これ。思いのほか。34。寄せろ寄せろ。よし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 。うむ。ならば。で、これは真横？真横ですか？わかんねえ。皆目見当がつかない。ただこれ、これさっき言った7、その坂、これは右上に対して右下に行くから斜面としては逆らってんだよね。だから 100% 坂道、上り坂になるんだよ、これ。
一見そういう風には見えないけどね。完全上り坂に対して打つように力を入れて打たないといけない。じゃあ半分ぐらいか。よしよし、理論理論、このゲームのマリオオープンゴルフ学殺してくれ、このゲームの制作者今すぐ忍殺せよ、忍殺しろよ制作者。よしいいぞ、いやいやいや、もうちょっとね、こんなもんか。250、でもここはこれ以外でいけないな。よし、もうやめてくれよマジで。飛ばなさすぎ、あそこラフか。いやでも一回わかんねえよこんなの。まっすぐでいける、力に逆らうな。若干こっちやろう。なんかさ、これさ、これ途中から向こう、向かい側になってんだけど。ふざけんなよ。このまっすぐ行くか。これね、逆にすげえ弱くていいと思う。おおむね予想通り。だって途中から、あれになってんだもん。今いや武器買ったわ今途中で。ホール5、まあ、ここまでいったらクリアし、クリアにしてほしいよ、ね、こんなクソゲーム。てかホール5がマジでこれ無理だぞ、これパー、バチャー、終了終了です。これね無理だと思う俺、これね、280っていうかね、使えない。その、280っていうか、その、ファスト。ファストウッド使えないんだよね、もう。使わない方がいいと思う、俺。計算外の動きをするから。よし、乗れ。乗らんか。何が一番ダメって、やっぱ、飛ばないことよりも、この、池に落ちたり、そういうのが一番ダメだからさ。何が一番ダメかって。そうか、風をスピンで相殺させるっていうのもあるんだな。なるほどね、なるほど。いやもうこれね、ファスト封印した方がいいわ。ずれるのが一番楽だこれ。Oh.